夏休み入る1日前の全てをランドセルに詰めてる時のワクワクエグい。帰りバリ重いけど、帰りめっちゃ重いけど、もう宿題とか関係ないぐらいの熟成になった。先生、徐々に持って帰っときやー、当日しんどくなるよって言われてるのに、そのまんま全然持って帰ってから、てるまんまだよ。あのウキウキもう感じられへんもんな。その前の自習の時間でどれだけ宿題を終わらせる。あああったわ。夏休み始まる時ちょっと自習くれんねん。そうそうそう、授業はもうなくなってきてる。そう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 、で、はい、じゃあ自習でいいよって、その時間で夏休みの宿題喋るやん。ああ、喋ってもええけど、夏休みの宿題終わらせる人やったら終わらせてみよう。一応絶対しろ、絶対宿題やるから。あれ懐かしいですね。皆さんもう少し夏休みでしょうかということで、今回その企画、夏休みにちなんだ企画やっていきたいと思います。コンビニ一枚企画やっていきたいと思います。何もちなんでるの。お願いします。でも夏休みといえばコンビニ一枚企画でしょ。言えばね、言えばね、うん、今夏休みやるでしょ。夏といえば庶民もプール、うん、海一枚企画で絶対溶けてんだこのやつ。おしゃれ、そうでした。もしかそうしたコウ君は私は今日は一日ハッピーになる。イエーイ。トノなあ、出てるってチンチン。え、チンチンって出た関係。トノはい、というわけで今回コンビニ1万円企画ということで、今日こそ今日こそ食べきりましょうね。無理やろ、食べきるために買ってないもん。どんだけ食べきられんかった分を家で置いとけるかしか考えてないから、まあ、俺らがティッシュペーパー買ったことかめっちゃもう食べられへんって分かってるからな。うどんとかのカレーとかめっちゃ買ってる。保存能力多いです商品買ったのバレるで。でもほんまに一枚買ったよな。何買った？僕3500円です。1枚欲しいよ。言ってないやんけ。気持ちは1万円。気持ちは5万円やけど。で、まあ1枚企画ということで、まあ1枚今日は食べきりたいと思います。で、まあこのティッシュペーパーを使い切りますね。もちろんね。僕もはい、僕まずもうこれティッシュ買ったつもりやったね。クッキングペーパーやった。なんでクッキングペーパー言えや、お前誰がクッキングペーパーいいんだよ。最悪やん。それで手本かなみたいな。俺絶対トイレットペーパーやと思ってたら。お前どんだけトイレットペーパーになるの。お前カッパしか食わんもん食うな。いただきまーす。はい、食べごらん。何食べてもお腹いっぱいにしようかなみたいな、お前の場合。あのね、もうほんまのこと言うと俺昼ご飯食べてん。でこいつが1万円企画したいって言うからしてん。だから俺は多めに見て、お前は5000円食べきれよ。お前は5000円食べきれ。無理やろ。保存食用しか考えてないし。もう1万円企画ちゃうやん。1万円買っただけやん。じゃあ僕はね、まずとりあえず一番脂っこい、はい、赤西貝からいきたいと思います。いや、赤西貝あっさりしてきてるやったでしょ。ゆめちゃんとお前何が脂っこい、ね、自分何食べようかなしか考えてる。赤西貝食べきったら許して今日休みの。赤西貝だけは食べてるから。なんだお前、なんでやねんお前。俺昼は食ってんねん。さっき昼は食ってへんかったら俺これ全部いいけど。そっか、これなしびおいしいやん。そういえばさ、みんな見て、もうちょっとで赤西貝終わる。どう8分目みたいな感じ。8割なくなったやつがいる。でもなくなるね、みんな。もうちょっとで終了みたいな感じで言う。やっと終わった。うん。そういえばさ、TikTok でさ、面白いコメント見つけてくれるんでいい？飲む前に食べて。まず、コウ君の大事なところ、この間見てびっくりした。小指の第一関節ぐらいしかなくて、笑い声をやるの必死やったわ。大事なとこってちょっと笑う。小指の第一関節いうことはもうこれ家の甥っ子より一切トノ。まあ俺のね、大事なとこ見たっていう方は多分僕と遊んだんでしょうね。いつかの話で見たっていうか多分あれ、じゃあ遊んだ、俺が誰か遊んだ人、もしかしてエチチのチーした人。いや、エチチのチーって初めて聞いたわ。え、普通にそれエッチって言って、もうちょっとやらしくなるやん。エチチのチーって言ってさ、いや別に俺もエチチのチーしたらええ、別に
いや別にいいんだけど、うん、その人かかな、そうなんじゃ、その可能性はあり可能性は全然ある、うん、で、今見てもらいたいお前に、うん、俺ほんまに恋の第一関節かと思って、なんぼかしでなんかやん、これが第一関節だよな、これ以上あるわ、でもうちの小指ぐらい、割とうちの小指が長いからかな、うん、お前の小指触れんなよ、お前が触れんな、うん、これぐらい、買ってもこれぐらいやって、嘘つけよお前、これ転用機械よな、今見てもらいましたけど、一円の小指ぐらいは常にあります。今ちっちゃくなっててね、この18度風量強にしてチンコが縮み上がった上に一円の小指より長いわ、常にザルや小指したやつ、トノブ、コウ君自分でモテるって言うけどさ、うん、ほんまにモテる人は自分でモテるのが今それモテてるんじゃなくて、うん、ただ性主力としてお前が見られてるんだって、やった男子としてこの上ない幸せ女性が正常力として使われるのこの上ない幸せ、お前いただきます、これ美味しいらしい、あ、紹介しないらしいった、セブンイレブンのもっちり餃子です、これ世界一美味しい餃子です、もううまい、うまっ、そういえばさ、なごみがさ、大阪に来た時にさ、なごみってあれ違う、あ、チラなごみ、チラなごみ、チラミな、チラミ、チラミ、チラミが何、それさ、マッサージ行こうかな、うん、生誕体マッサージじゃないよな、タクシーで向かおうと思ってるか、うん、そのおっちゃん割となんか気さくな人やったりか、うん、でガチでこれ決めへん、もういいよ、やった今日優しい、もう一回こうしたよな、うん、こっちはあげるんじゃなくて別にこういね、こいつより下にはなりたくない、上下関係発見しようってやる、この水とはタクシーの人も結構気さくな人に喋りかけてきたん、餃子止まってへんやん、箸うますぎ、なんか今からマッサージ行くんだって言われて、あ、そうなんですよみたいな、うっちゃんがマッサージしてるかも、セクハラ、うずのセクハラ、めちゃくちゃセクハラ、アウトアウト、全然アウト、全然アウト、うっちゃんなんか陸上なんちゃらしてたからなんか揉めるでみたいな、そういうのなんか高めのテンションで言ったら許されると思ってる感じ、あああ僕が揉めましょうかじゃなくて、うっちゃんが揉めろかやったら許せると思ってるんだ、うん、そうそうそう、だからぶん殴ったよ鉄パイプで頭運転中にで事故した話やんないのかそんなちゃうん無理だったらもうちゃうんや、お前鉄パイプで運転中に殴って事故した話かと思ったあの話置いとこうか、金属バットや、あ、金属バットかキュウリ、うずらの水煮、キュウリあれだもんな、メス大丈夫みたいな自宅に言っとけばいいと思ってるよ、まあな、なんかシートベルトで首絞めた、トノブ、おわぁ、こうやって後ろ座席からはぁ、お前人たちよりどんどん弱いねん、人たちは人たちやろ、トノブ、クレア、ケチ、もうイエーイトノブ、これカレーかと思ったらカレーうどんやった、えぇーい、チャンランランラめっちゃおってるやん、えぇーいこれ絶対これうずらカレーにしたらうまいよ、のあんだけやってまだ無傷で何してたのお前あんだけ無傷で出てきてるよ、もうでも結構食べたな、結構ずっとも隙間見えてきたんじゃないでしょ全然見えてないこれから見たらあるけどな全然なんかそれも無理やトノブ、トノブ、餃子食べてくれる、クソ通りだ、クソ通りだった
めてな、女性のジップで話そうになった。矢印ってどこが来るかが分からへんわ、これ。言うよ、別に。お前、社会の分からんのよ。ボジャック畑の歌歌ってやる。こんにゃく畑の畑で飛んでいた。おい、指3つ入ってた。これでお尻なのみたいな。やったー。けげつな。不潔な。これカレーつけて美味しいかな。なんかそうやってってさ、ちゃっくりさもらうのやめや。これ絶対カレーつけた方がいいし。そうだっていいや。間違いないやんか。映れたらやつだけど。でも絶対うまいと思う。待って、つけて。カレーつけたら絶対。おー！食べよ！カレーつけて。うん。あ、うまい。あかん。つけ出して。あー！まあ、カレーポテトチップスなんないラジオや。なんかない。決まった時のやつや。なんかない。ない。お前ってさ、一発でパン出そうとする。ハーンとかやるのに、一回でいくよな。めんどくさい。わかる、俺もやるやんとも一回でいくよ。やっぱり汚くする。興味どんだけ汚くできるか。え、そんなことないよ。どんだけ綺麗にできるかよ。なんだなんだ、うん、このさ、歯のさ、裏あるやん、うん、まあ、天井あたりって臭いかな。壊すの。怖急に。相方が前歯の上の匂い気にしだしてんの怖。息めっちゃ臭い。お前やねん、臭いの。息めっちゃ臭い、こいつ。あ、みんなでしな、こいつ。バレ臭い。それって、昔いじめてたんや。俺の知らん中学校の時、お前まさかそんな悪いことしてたのか。ちゃんと水分で真面目に今、何日食ったよ。すべてのリコーダー入れ替えてたよ。あれあれはある。綺麗なやつのリコーダーの歌口によって、くせーとか。嘘やな、これ。嘘だよ。ほんまや。そんなの言ってない。うんだよ。ネタで言っただけ。嫌いなやつのやつ取って、くっしゃー、集会で今から全員これに呼んでもらいます。トノじゃあ1年生から順番に回っていってください。まあ日本の人は人絶対一言感想を言うこと。ちなみにこの人の名前はピーってやつやつやつ。そんなんやるの。先生もやってくださいね。校長先生、次他校に回せくらやんねん。嫌いなやつのリコーダーの口んとこ他校にまで回せに弱すぎやろ。お腹いっぱいの時のやつや。お腹いっぱいの時のやつや。じゃあ祭り行ったことなんか、そういう人多いけど、あのやりがフィー多すぎてあびっくりしそう。全員の顔と服装一緒やん。うん、影分身みたいなした感じ。まあそれぐらいの服装が全部一緒で、うん、あれじゃないと一体あかんルールあるのぐらい。ある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 、あら法律ある。あれなりは熊田の祭りをこれで来てくださいっていうの。バツバツとバツバツ好きで、ね、そうそうそう、盗撮されてた。うん、なんかパッと後ろ向いた瞬間にもう行っちゃうことするやん。堂々とやってる。だからこっちもそれで、うわ、うん、それで鎖鎌で、あの膝かっきって衣装歩かれへんみたいな。確かに。何が一番ひどいやつみたいな。鎖鎌でバーンって。さっきから特殊にいいね、いいね、切れてるんで。めちゃくちゃいいカメラ撮ってます。あの富士山とか撮り合ってこっちはあの こっち回ってるね。でもめっちゃ盗撮してくる。いや写真もらう。あのウィーって出てくる。ほんでもう一回やって。チェキやっていい。これやったらいい。いや、いいよ。世界最高の世界。あ、嘘だ。えって、それでもめっちゃ臭い。めっちゃ隠してる。もうめっちゃ隠してる。でも世界一いいカメラ。もうえ
って、あれ三脚とかね。三脚もあるで、ここで撮ってもうこんな長いぐらいのカメラ確認してくる、これこれこれやってくんね、盗撮してくるくせにチェックはしてくる、これもう、えって思われます、許す、そのさ、許すなんて言わない、許すんかって、世界一いいカメラマンが、ええ、世界一カメラで写真撮られるなら、でもめっちゃ盗撮してくる、えって、カメラで頭を持ってやってるね、こうやっていくとというかブレてんねん、何を思うよ、こういうくらいだよ、何だお前、撮ってる本名見えてない、どこの手が分かってないほんで、カメラ見たら後ろに自分のここだけ映ってしばくるそろそろね、隙間見えてるよけだよ、はい、完全に道できてます、今回の企画、道できたら終わるお前、一応チェックしな、なんだこいつ、トイレでお前、一応チェックしな、気になるよ、お前、一応チェックしな、お前、運かけ、一応チェックしな、はい、というわけで終わりたいと思います、この動画いいなって思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、この辺のコメント、あればよろしくお願いします。では、バイビー！お疲れさん、さん、さん、太陽がさん、さん、エレレさん、ちょっとだけ聞こう。